私は30年以上気というものに関わってきて分かったことにはですね、心身の不調、病院に行ってもですね分からない、よく原因が分からないような心身の不調、これには気が非常に関係しているということが分かっています。疲れとかだるさ、体の一部の痛み、あとは体が痒くなる、これ皮膚の疾患とか乾燥とかいうこと以上にですね、痒みが出てきたり、あとは冷えですね、なぜか冷えが取れない、温めてもすぐに冷えてしまう、さらには気持ちの方ですね、イライラとか落ち込みとか、そういうようなものも気に非常に関係していると、気というのが体の中に入っています。気のエネルギー、私ここではこういう字を書きますけども、気のエネルギーが体の中に入っています。気持ち、心、意識、そういったものが関係してるんですね。3つがそれぞれに関係し合っている。体が不調になるときには気のエネルギーが下がるというようなことがあるんですね。さらには気持ちがぐんと落ちると気のエネルギーが下がると、こういうこともあるんですね。逆に気を補給してあげると体にいいことが起きたり、気持ちがなんか変化してきたり、こういうことがあるわけです。で、先ほど言った心身の不調、こういうものですね、こういうものが気を補給することによって消えていったりするということがあるんですね。ここで私がお話したい気のエネルギーの高め方ですね、外から気を補給すると、これですね、これ私やってるのは心気功と言ってます。写真の心に気と書いて光と書いてますけどね、私の知が始めました。これをどんどん足して気を補給すると、そうすると体にいいことが起きたり、気持ちなんか前向きになってきたりと、こんなことが起きるわけですね。なぜこれ気が落ちるのかということですね。これ実は身の回りにいろんな気が存在しているんです。周りの影響を受けているんですね。我々自身の気のエネルギー、自分で高めることもできるんですが、周りの影響も受けていると。気持ちが下がると、気が下がると言いましたけど、特に気持ちが下がるとこのマイナスの気というものの影響を受けやすくなる。実は身の回りにプラスの気、マイナスの気というのがあるんですね。パワースポットにはプラスの気があるかもしれません。あとは良くない場のところはマイナスの気というものがあるでしょう。これ気のエネルギー、光みたいにして考えると分かりやすいんですが、プラスの気というのは明るい気です。マイナスの気というのは暗い気です。我々の持っている気のエネルギーよりも明るいプラスの気からは光をもらう感じになりますね。暗い気には光を与えるようになっちゃいます。ですから明るい気の時には光をもらうからいいんですけど、暗い気が周りに来るとですね、自分のエネルギーをそちらに分けなきゃいけない。場所にも暗い部分があったりしますけど、暗い場に行くと自分のエネルギーがそちらに吸い取られるような感じになって気が落ちると、気が落ちるから体に調子悪いこと、気持ちになんか不具合なことが起きてくるというわけなんですね。気のエネルギーは身の回りにいろいろあります。これお家にもですね、気が宿るっていうのがあります。これ風水とか言いますけど、ある間取りにすると、あることをするとマイナスの気が集まりやすくなるから、それを回避するためにこういうふうにしましょうというのはよく言いますね。プラスの気が宿るようなお家にするといいエネルギーの中で暮らせますから、自分の気を落とさなくて済む、そういうことがあります。あとは職場ですね。いつもいつも行く職場、大抵はストレスが多い、周りの人がストレスだらけと、そういうことがあるかもしれません。そうすると周りの人の気が落ちていて、その影響を自分が受けてしまうと。周りの人が暗い気を持っていると自分のエネルギーがそちらに吸い取られるようにして、エネルギーが落ちるので自分の気が落ちてしまうと。気が落ちるとこういうことが起きてくるというわけなんですね。なので私は外から心気功という、これプラスの気ですね、プラスの気です、これをどんどん取り入れてくださいとお話しています。そうすると体にいいこと、気持ちなんか前向きなことが起きてくるというわけです。これ体験談がありますので、ちょっとこれ見ていただいて、心気功を受けるとこういうことが変わるということなんですね。40代の会社員です。家族は夫と7歳の娘と3人暮らしです。今の会社に勤務して約20年になります。仕事は事務的な
仕事をしています。新機構を始める前はもう精神的にすごく大変になって、もうなんかどうにもならないぐらい大変で、精神科に行ったりとか、体もちょっと辛かったので針に通ったりとかしながら、なんとか良くなる方法がないかと探している状態でした。そうですね、うつみたいな感じでもあり、病院では自律神経失調症とか神経症とかそういう方って言われたんですけれども、薬も飲んでいました。もうなかなか治らなくて、もうなんか言葉で表せないぐらい苦しくて、それはちょうど16歳とかその頃から大変でした。まあ、ちょうど高校生だったんですけれども、学校なんとか頑張って行ってたんですけれども、もう学校に行くのが精一杯でした。自宅のポストに近所での治療院をされてる方のチラシが入っていて、それを見てちょっと行ってみようと思ったのがきっかけです。で、肺元気を当てていただくと、なんかこう薬とか針とかでは届かない部分にもこう何かが届いてる感じがして、そこでそれがすぐ取れるとかではないんですけど、何か届く感じがするから、なんか変われるんじゃないかと思って、そこに通い始めました。もう治療院の先生に合宿に行った方が早いかもねと勧めていただき、新機構研修講座に初めて参加しました。それは18歳の時でした。行ってみたらすごく良かって気のエネルギーがすごいいっぱいこう入ってきて、何かがいっぱい出ていってっていう感じで、まあ、帰る頃には自然の清々しさが感じれるというか、それがすごい嬉しかった。それまではこうずっとこう何かがかぶさってるような、すごくこう固まってる感じで、こうちゃんと呼吸もできてない感じだったんですけれども、なんかすごくこうすがすがしさが感じれたのがすごく嬉しかったです。肺元気はその時は持ってなかったんですけれども、新機構研修講座から帰ってきた私を両親が見て、明らかに変わったっていうのが分かったので分かったみたいで、その2ヶ月後に両親が肺元気を買ってくれました。家で当てていました。頭とか、まあ、肩のあたり、胸のあたりとか、やっぱり苦しい感じはもともとあったので、まあ、研修講座に行って、まあ、そこでこう完全に楽になったとかではなく、そこですごく希望が持てるようになって、そこからすごく前向きになっていけて、さらに肺元気も買ってもらえて、家で肺元気を当てることができて、それからどんどん、まだちょっとしんどさはある中でも前向きになっていけました。ちょうどその研修講座に行ったのが春休みの3月だったんですけれども、卒業した時に研修講座に行くことができて、その後はちょっと1年間浪人をしまして、次の春から大学生になりました。大学は4年間で無事卒業することができました。そうですね、その後就職をして26歳で結婚をしました。薬は研修講座が終わった時にもう飲まなくなりました。もう全然飲んでないです。もうなくても全然大丈夫です。そして今ではもうとても元気です。肺元気があれば大丈夫です。家族は主人と2人暮らしです。出会ったのは1995年ですね。その頃もう本当に体がもうきつくてきつくて、とにかく頭は痛いわ、肩は痛いわ、首は痛いわって感じで、新機構に出会う前はいろんな整体とかに出ました。一時は良くなるんですけれども、もうとにかく朝も起きれない。まあその頃ちょっとちょうど結婚したての頃だったんですけどね、とにかく朝起きができなくなってきて、だん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 、でもうとうとう会社勤めを結婚して何ヶ月だったでしょうかね、6ヶ月もしない間にもう体が持たなくって辞めてしまいました。もう体がきつかったんです。とにかくきつくて朝が起きれなくって、どっしり重たい感じです。もう掃除できませんでした。とにかく部屋一間かけ掃除機かけるじゃないですか。もうそれから次の行動に移せなかった。
もうちょっと休憩しては休憩してはっていうのを繰り返し、それでやっと掃除ができたっていうようなのをやってましたね。もうすごくですね、初めて木を受けたら、もうとにかく何か知らないんですけど、排原器が欲しくなって、欲しくて欲しくてっていうのが私の中に出てきたんですね。で、とにかくそれを当ててみたい、自分の体に当てたいって思って、で、しばらくはちょっと買えなかったんですけど、その頃アルバイトしてたのでお金を貯めて、そして思い切って、はい、買いました。はい。で、それからですね、とにかくセンターのスタッフの方に教えていただいたように、もう毎日、もうどこでもいいですから当ててくださいって言われたんです。とにかく体のあちこちが痛いもんですから、痛いところに毎日当てて、毎日当ててっていうのを繰り返してました。そしたらだんだんですね、とにかくその日の疲れが排原器で取れるっていうのを感じることができたんですよ。それだから多分、じゃあまた次も毎日当てよう、毎日当てようっていうのを繰り返してたような気がします。動ける範囲がちょっと出てきたかなっていうのがありました。それでまた仕事も始めるきっかけ、アルバイトでしたけど、しばらく休んでた仕事もまた始めてみようかなと思って始めていくきっかけになりましたね。はい。もうだから排便器があるのがありがたくって、もうその日の疲れもちょっと排便器当てると痛みが楽になったりするし、体の痛みが、もうそれがもう自分の中ですごく嬉しくって、で、徐々にそれを当てていく中で、ちょっと胃腸の調子もだんだん良くなってきたのを感じることができました。もう整体は一切やめてしまいました。どこの病院に行っても原因がよくわからない、いろんな治療法を試してみたけれども良くならない、そういう方にはぜひ外からプラスの気を補給する新機構を試してみていただくとよろしいかと思います。